お世話になれます、ストーリーでございます。3月26日木曜日8時59分まで出現する、またイベントポケモンが出現しますので、今回はこの情報を共有させていただきたいと思います。今回のポケモンのテーマはどうやらソード限定、シールド限定のポケモンらしくてですね、具体的にはサニーゴ、ダルマッカ、あとイエスさんのオスメス、投げつけ猿、ヤレユータン、シュバルゴ、アギルダ、あとバチウニみたいな感じですね。で、これはまだやってないからわかんないんですが、アイテムでどうやら甘いリンゴとか酸っぱいリンゴとか、シールド限定、ソード限定のやつが出るみたいですね。で、さらには化石とかもアイテムとして出るらしくて、一応これは両方のソフトで出ますが、出現率とか違うのでね、今回両方のソフト持ってない人は非常にね、価値のあるイベントになってるんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで、まずは不思議な贈り物から、いつもの安定した通りワイルドエリアニュースを必ず受け取っておきましょう。はい、来ました。ちゃんとポケモンの巣を覗いてみましょうのこの画面を見たらね、それから始めた方がいいと思います。それでは行きましょうと。はい、じゃあまずはここから行きますよ。はい、ここに入れていきましょうか。まずは、はい、中身チェック、一発目来い。あー、来なかった。ダメだ、もうはいはい、今回もそんなめちゃめちゃレアなポケモンというわけじゃないですからね、私としてはそんないらない。まだこいつ出んのかよ、いらねえよ怪力。中身見ていきますよ。あ、サニーゴ来ましたね。早い早い早い。私これソードでやってるので、サニーゴは普通出ないので、これ出るのは異常ということですね。一応やっていきましょうか。はい、無限ダイナでやっていきたいと思います。はい、サニーゴちゃんどうも。ということで、ダイマックスソーで終わりかな。はい、半分まで行きましたね、一気に。あ、これ呪われボディ出てきてますね。これ夢特性ということですね。また今回のイベントポケモンでもちゃんと夢特性出るっぽいですね。ちゃんと倒せましたね。まあ相手のレベル低いっていうのもありますけどね。ダークボールで捕まえていきましょうか。あー、捕まえれなかった。マジかよ、マジか、だるいそれはやめてくれ。もう一回行こう、頼む、出てくれよ。え、何これ、エスパーフェアリー。あー、これこいつも出るんだ。あ、これ多分ギャロップっぽいですね。私ソードなんで普通出ないんで。あ、こういうやつも出るってことですね。ザシアンで行きましょうか。初めて見たギャロップレイドバトルで、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。しかも危険予知じゃん。これ夢特性ですね、ギャロップ。ちゃんと夢特性も出るということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。それでは私は巨獣山ぶちかましていきたいと思います。行きましょう、レッツゴー。うわ、結構硬いな。巨獣山行くぜ、頼む。ダーンと、よし、普通に倒しちゃいましたね。ダークボールで捕まえていきましょう。うわー、また逃げられた。おい、やめろよ、出るな。で、アイテムはこんな感じで、経験飴 L3 個、経験飴 XL3 個、ダイマックス飴3個とかいう感じで、あとバッグの缶詰とか、あ、甘いリンゴ来ましたね。これはシールド限定のやつですので、やはりちゃんとソードで手に入るということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。もう一回入れてみよう。ダメだ。ダメだ。これは違うか。あ、来ましたね、これ。ヤレユータンかな？初めて見た。めっちゃかっこいいな、このシルエットが。はい、一人で挑戦いきましょう。おっす。いいね、いいね。見た目がかっこいいわ。なんかこういうポケモンとあんまり対戦したことないから、すごくよく感じますね。はい、巨獣山行くぜ。行け！ありがとう。オッケー、ナイス。終わった。また捕まえれないのきついよ。おい、また捕まえれなかったよ。そんなに別に欲しくはないんだよ。この動画のためにやってるだけだからさ。あ、経験飴、ちゃんと来ましたね。それで甘いリンゴまた来まして、あ、化石来ましたね。首長と魚ちゃんと来ましたんで、化石もやはり来るということでね。もう一回やってきますよ。投げていく。あ、またサニーゴ来ましたね。あ、サニーゴもう一回やっとこっか、一応。ナイス、滝登り、ナイス。あ、呪われボディまた来ましたね、夢特性。ちゃんと夢特性来るってのが偉いっすよね。おいおいおい、また出ちゃったよ。アイテムは化石の首長、化石の鳥ということで、また出てきましたね、化石系が。もう一回行こう。ダメだったね。バルジーナ、あ、こいつもそっか。バルジーナもシールド限定ですから、こいつもやはり出てくるということで、あー、いいね。なんかちょっとダサいけどな。もう初めっからバリアはないわ、それは。あ、砕ける鎧ですね。またこれ夢特性ですね。ナイス、攻撃。砕ける鎧、めっちゃやばい、相手がやばいぞ。素早さめっちゃ上げてきてる。砕ける鎧発動しすぎ、やばい。砕ける鎧4回目発動した、これはまずいね。まずいってか、もはやいいんだけど、ありがたいまであるけどね。素早さもう上げれないまで上がりましたね。いかついなぁ。いやー、砕ける鎧ばっか発動する。これ倒させていただきましたね。オッケーオッケー。はい、経験飴 L、XL と酸っぱいリンゴもゲットしましたね。あ、どっちも出るんすね、リンゴ系は。で、化石も、首長鳥竜ということで全部発見しましたね。はい、悪飛行、砕ける鎧ゲットしましたね。ちゃんと夢特性のやつをゲットしたということで。ヘアスラッシュ、バークアウト、イカサマ、鋼の翼。まあ、これ普通ですかね。お天気な性格。これ性格どうなんだろう、いいかわかんないですけど、まあ、とりあえずゲット。今回これ、バルジーナゲットしましたから、ウォーグ
グルがシールドでは出現するみたいですね。中身見る。いない。あーいないね。あー違うか。またこいつ出んの。あ、キューコンか。あーいらない。あーいらない。まあいらない。いらん。いらん。お前もいらん。これ違うか。あ、来ましたね、シュバルゴ。シュバルゴはソードでしか出ないですけど、ソード限定のやつもソードで出やすくなってるということで、はい、無限ダイナで行きましょう。はい、どうも。オッケー、普通に倒せました、こいつも。ウェッシュ、ありがとう。ここで投げていくよ。あ、イエスさん来ましたね。こいつもちゃんと来るんだね。ちょっと待った、その前に捕まえたやつ見ていきましょう。シュバルゴ、はい、来ました。防塵、はい、ちゃんと夢特性来ましたね、これ。ありがたいっすね、本当に。技は、アイアヘッド、メガホン、ドリルライナー、毒付き、普通のやつかな。性格は、ちょっと微妙かなっていう感じですかね。まあいいや、とりあえずゲット。はい、じゃあ先ほど出したイエスさんやっていきましょうか。オッケー、ありがとう。あ、サイコメーカー、また夢特性ですね。めちゃめちゃ出てくるんだ、夢特性。メスの姿なので、こいつはシールドでしか多分出てこないので、本当にありがたいですね、そういう意味でも。ぶっ潰していきましょう。いやー、ひどい。ハイパーボイス、きつい。みんな死んじゃった。いやー、もう無理じゃん。強いよ。いやー、マジ死んじゃった。うわー、最悪。負けたわ。もう本当に最悪。いやー、ちょっときついっすね。迷走詰まれるのがなかなかにきついんで、まあそこをちゃんと対策するのもいいかもしんないっすね。私はちょっとこのまま行きたいと思います。まあ勝てなくもなさそうなんでね。ナイス、10万馬力。オッケー、倒してくれた。バリア付きで倒してくれた。ナイスナイス。ナイス、ようやく捕まえた。また貴重な骨とか XL とか、まあ、アイテムはもうこれ以上ないかなっていう感じですかね。化石の鳥。化石系と、あと酸っぱいリンゴ、甘いリンゴかなっていう感じですかね。珍しいアイテムは。はい、イエスさんメスゲットだぜということでね。特性は夢特性のサイコメーカーということで、いいんじゃないですか。マジカルフレーム、マジカルシャイン、ハイパーボイス、サイコキネシス。全部カタカナのやつ。かっこいい。はい、やんちゃな性格。ナイス。いいよ。はい、願いの塊入れていく。違う。違う。あ、またイエスさん来ましたね。もしこれね、ポケモン変えたい方は、まあ私変えたいんですけど、みんなで挑戦の、あの、例のね、裏技使うのもいいんじゃないかなと思います。設定から、本体から日付と時刻。これはもちろんね、やりたくない方はやんない方がいいと思います。私は普通に、やっちゃう派の人間ですので、これでやめるということで、これで中身見ていきますと、変わってるという感じですね。やはりバチューに出ますね。あ、エレキメーカー来ましたね。これも夢特性だ。夢特性しか出ないんかぐらい夢特性めっちゃ出ますね。はい、余裕。オッケー、普通にゲットしましたね。はい、バチューに見ていきましょう。エレキメーカー夢特性ありがとう。あと10万ボルト熱湯毒好き、ビリビリビチクチク。ナイス、かわいい、ありがとう。能天気な性格、サンキューベリーマッチ。あ、またこいつ来ましたね。あ、また来ましたね、こいつ。一応こいつ確か捕まえてなかったんで捕めましょうか。あ、危険予知、また夢特性ですね。夢特性ばっかしか出ない。オッケー、ようやく捕まえた。はい。あ、5V ですね、ちなみに。あ、今までのポケモンも多分 5V かな。あ、基本 5V ですね、多分。あ、4V のやつもいる。シュバルゴとか 4V。イエスさん 5V。バチューに 3V。だから星の数が結構多ければ 5V とか多いっていう感じですかね。危険予知、夢特性、サンキュー。シュネノズスキ、じゃれつく、メガホン、飛び跳ねるということで、技はこれでいいのか悪いのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、とりあえずいいんじゃないですか。能天気な性格。はい、ゲットさせていただきましたと。あ、また期間限定ポケモン来ましたんで、ここで裏技使っていこうか。また。なんじゃこれ？エスパー？なんだこれ？あ、普通のポニータも出るのね。あ、こいつも夢特性じゃん。お、ちゃんと捕まえれましたね。ありがたい。よし、入れてこう。はい、違う。違う。違う。はい、違う。そう。はい、違う。もう、ダメ。意外と来ないな。いらん、いらん。マジか。願いの塊なくなっちまった。使いすぎたな。まさか全部使うことになるとは。ダメだ。うん、違うか。うん、ちげえ。あー、来ない。ダメだ。一切出なくなった。うわー、急に出なくなったぞ。あれ？あ、来ましたね。お、サニーゴ来ましたね。そろそろ捕まえさせてくれよ。オッケー。はい、来ました。3V でしかもダメかもあるし、防御に。ちゃんと夢特性の呪われボディのやつということで、技はたたりめパワージェム、熱湯鬼火。ナイス。テレアな性格。サンキュー。オッケー。いいんじゃない？はい、ということで私、ソードで今回やりましたけど、ギャロップとポニータと、サニーゴとバルジーナとシュバルゴとイエスさん、メスと、あとバチウニが出てくるということで、ということで、シールドでは、そのツイートなるポケモンである、ウォーグルと、投げつけ猿と、あとネギガナイトと、カモネギ、イエスさん、オスが出るみたいですね。これは検証してないですが、おそらくそうだと思います。ということで、今回の動画は終わりですけど、私的にはこう思いましたね。バンゲットゴーリッポ先だろ。